清明は友の肩をつついてその方へ注意を向けた。本田も首をめぐらして草間から水の彼方のその一軍に目を留めた。こうして二人は若い狙撃兵のように伺っていた。それは気の向いた時に母がする散歩の一軍で、母の他はそば使いの女どもだけなのが例なのに、今日は中に老若二人の客の姿が混じっていて、母のすぐ後ろを歩いていた。母や老婆や女どもの着物は地味だったが、一人の若い客の着物だけは何か刺繍のある淡い水色で、白砂の上でも水のほとりでも金の光沢が冷たく、夜明けの空の色のように輝うていた。またそこからは不規則な飛び石の足元をかまうらしい笑い声が飽きづらい流れ、しかもその清らかすぎる笑いに一種の作為があって、この屋敷の女たちのそんな様子ぶった笑い声が清明は嫌いだったが、本田は面倒いたちのさえずりを聞いたおすといのように目を輝かせて食うのが清明にも分かった。二人の胸元では晩秋の乾いてきた草の茎がもろく折れた。清明は水色の着物の女だけはそういう笑い声を立てぬだろうと信じた。女どもは水際からもみじ山へ行く小道のわざと幾度か一段渡る難路を主人や客の手を引き大行にたどり出したので、一軍の姿は二人の目からは草の陰に隠れてしまった。貴様の家は全く女が多いな、うちは男ばかりのようなものだと、本田は自分の熱意の言い訳をして立ち上がり、今度は西側の町陰に寄って女たちの生き悩む様を眺めた。もみじ山は西側に山懐を広げているので、九段の滝の四段までは西側にあり、佐渡の赤石の元の滝壺へ導かれる。女たちはその滝壺の前の飛び石を渡って行くところで、そこらのもみじはことに色づいているので、第九段の小滝の白い日増さえ小村に隠れて、そのあたりの水は暗赤色に染まっている。女中に手を控えながら飛び石を渡る水色の着物の人の薄むいた白いうなじを遠く望んだ清明は、忘れがたい春日の宮秘殿下の豊かな白い御うなじを思い出した。滝壺を渡ると小道はしばらく平坦に、右輪を縁取り、岸はそれからもっと中之島へ近づいてくる。清明はそこまで熱心に目でたどってきて、水色の着物の女の横顔に里子の横顔を認めて落胆した。どうして今までそれを里子と気づかなかったものであろう。一途に見知らぬ美しい女だと信じ込んでいたのであろう。相手が幻影を裏切ったとなれば、こちらも身を隠している必要はなくなった。彼は草の実を袴から払いながら立ち上がり、松の静江から十分に姿を現して、おいと呼んだ。清明のこんな突然の快活さに本田も驚いて身を伸ばした。夢を裏切られた時に快活になるという友の持ち前を知らなかったら、本田は彼に先を越されたとさえ思ったに違いない。誰だい、里子さんさ、貴様にも写真を見せたことがあるだろうと、清明はその名を軽んじている様を誤調にさえ表していった。岸の里子は確かに美しい女だった。しかし少年は断固としてその美しさを認めないふりをしていた。なぜなら彼は里子が彼を好いていることをよく知っていたからである。自分を愛してくれる人間を軽んじるばかりか、冷酷に扱う清明の良くない傾向を本田ほど前々からよく察している友はなかったろう。この種の虚構は13歳の清明が自分の美しさに対する人々の喝采を知った時から心の底に密かに癒せられてきたカビのような感情だろうと本田は推量していた。触れれば鈴音を立てそうな銀箔色のカビの花。実際友として清明が彼に及ぼしている危険な魅惑もまさにそこに由来するものかもしれなかった。
清明の友になろうとして失敗して、結局彼に嘲笑される羽目になった旧友は少なくない。本田一人は、そんな彼の冷たい毒に対して、うまく身を処して、行くという実験に成功したのだ。誤解かもしれないが、彼があの暗い目をした書生の飯沼に、ダク剣王は、飯沼の顔にこそ、彼があの見られた失敗者の面影を見るからであった。里子には会ったことのない本田も、その名については、旧秋の物語でよく知っている。